ウルスラ・ヒラリア・セリア・デラ・カリタド・クルス・アルフォンソ・デラ・サンティス・イマ・トリニダドは、ステージ名、セリア・クルスとして知られる、キューバ系アメリカ人のサルサカ手パフォーマーである。1959年に、キューバ革命で、カストロ政権が成立した後は、世界ツアーからキューバへの帰国を拒否し、アメリカ合衆国を拠点に、ラテンアメリカ諸国を含む、世界各国で活躍した。 20世紀に最も人気があったサルサアーティストの一人でゴールドディスクを23度獲得。アメリカでの芸術関連の国家勲章、ナショナルメダルオブアーツも授与された。セリア・クレスは国際的に名声を得てサルサの女王、キューバのワラチャ女王、ラテン音楽の女王という通称でも知られる。2010年10月、NPR はその年の特別企画、 五十グレートボイシーズにおいて、同時代や後のミュージシャンに、多大な影響を与えた意大な歌声の一人として、セリアクルスを選定した。2011年5月、アメリカ合衆国の国営放送局ボイスオブ、アメリカがスペシャルイングリッシュで、セリアクルスを紹介する15分番組を放送した。その番組内容の筆記録と MP3 音源が、英語学習者向きに公開されている。 ありがとうございます。